はやとまはプロレスワールドへようこそ。本日は上田馬之助ブーム到来について触れてまいります。1983年、上田馬之助人気はプロレス界にとどまらず世間一般にまで広がりを見せました。まずは1983年年明け早々、上田馬之助の自伝男は馬之助発売、全国の書店で品切れが続出しました。続いてお笑いトリオコント赤信号の歌う男は馬之助のシングルレコード発売、こちらもなかなかの売れ行きぶりでした。そして6月からはトライデントシュガーレスガムの CM がスタート。こちらも好評で3年間 CM 契約が続きます。テレビ出演にも積極的で、柄本武則のああ言えばこういう録に出演、柄本武則に自らスリーパーホールドをかけるというサービス精神を見せました。そして国民的な人気番組ともいえる笑っていいともに出演、テレフォンショッキングのコーナーで司会のタモリと軽妙なやり取りを見せました。これだけ世間から注目を集めようとも悪行三昧を改める気はさらさらなさそうです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は上田馬之助ブーム到来について触れてまいりました。